で私も隠す。なんで？じゃあはい20。感じだったから入るとうしい。踊ってないでさ。あーめっちゃいい匂い。간단하게설명먼저도와드릴게요한향수당네가지정도골라주시면되세요응아좋아요상큼하죠네야그거절대기별해야지야코코코코바로바로그거봤어요그2023년계획에自分だけの香水を作りたい。あ、マユカね。うん、マユカね。いいよね。いいじゃん。あ、どうしよう。なんか全部いい匂い。やばいね。うん。うん。え、匂い。これ匂いする？うん。しない？やばい、鼻おかしになってきたかもしれない。でこのグリーンアップル、うん、もしもしあれピントがYouTuber みたいあれ私も隠すなんでなんであれなんでじゃこれでいいよこれ私が撮ったんでこれこのグリーンアップル、うん、めっめっちゃ好み。これやばい。それ結構なんかグリーンアップルとか。で、グリーン好きなんかな。グリーンフォレストいいよね。うん、私も入れた。これめっちゃいい匂い。ね、ですよ。あ、出ちゃったよね。これじゃあ混ぜていったよ。ね。ケチャップになってる。확실히아이카님께서는상큼한향진짜좋아하시는데 저기에다상큼한향이두개씩다들어가있어요 네 그래서굉장히시트러스계열로만들어질것 같은데 한번섞어보도록할게요 네 네 잠시만요 네 어 괜찮아요 천천히 해봐도 되세요 두개다 직접 사용하실 향이세요 한개는 마이크 아 아 이렇게 서로 네, 네네이렇게할게요이렇게 네, 네굉장히개성있는향을많이골라주셨네요 굉장히달콤한느낌도있고 네. 시트러스한상큼한느낌도골라주셨고 네. 조금진한느낌의우디향이런것도골라주셨어요 네. 골라주신향을보면은어떤향이나올지지금확실히음점을쓰고있는데한번뽑아보도록할게요 저일단은먼저향수만들네가지여기옆쪽으로놓아주시면되세요네전부다강도가다르기때문에테스트를먼저해보도록할게요 、네、테스트할때는이렇게뚜껑을열어서안에스포이드로이렇게똑똑똑이렇게떨어지는느낌으로넣어주실거예요그래서이렇게비커에다가5방울씩넣어볼게요네전부다5네전부다5방울씩넣어주세요예봐대가끓어야돼楽しい네다넣으셨으면옆에스포이드가있는데 、네、 스포이드로안에향료잘섞어주실게요 、네、 섞어주시고옆에보시면시향지도있죠 、네、 시향지한장으로먼저시향해볼게요 아좋은이야 오지금너무세게느껴지는향들은조금、네、블렌딩하실때양을、네、더줄여주시면되고、네、 조금잘안느껴지는향은조금더넣어서향을조금더올려주시면되세요네한번다시블렌딩해볼게요네スタイリエ、うん、マメですよ、ね、じゃあ入れますか、はい
まずこんな感じで、こっちが彩香にあげるやつで、こっちが自分用です。私は白を私のでこの茶色を眉角のにします。では入れていきます。はい、入れましょうか。楽しすぎるね。楽しいね。なんか作らないじゃん、絶対に、うん、作れないよね、自分じゃ。いや、そうよ。どうぞー。どうも ありがとう。まゆち、ゆっくりぐっすり寝れますように。愛してるよ、あやか。はい、かわいい。ありがとう。はい、どうもはい、私はあやか。使ってくれると嬉しいな。いつもありがとう。大好きよ、まゆか。ありがとう。はい、匂う。うん、嗅いでみる。はい、楽しみ。ちょっと、じゃあ先やって。あ、わかった。緊張する。なんでよ。じゃあ私のコンセプトを振ったらね、なんか香水はいっぱいあるじゃん。だからなんか寝る前とかにも香水ってつけていいんだって、うん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 、だからアロマとかハマってるから、うん、そういう感じで、まあ、寝れない時とかに。なるほど。そう、シュッて。あ、じゃあ寝る前コンセプト。そう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 。じゃあちょっと嗅いでみます。うん、めっちゃ寒くない？そう。あ、めっちゃ好きやで、これ。いい感じ？本当に？うん。よかった。うん、めっちゃ好き。ありがとう。嬉しい。やったー。やっぱ全然普通に寝る前じゃなくても使える。あ、本当？うん。使うわ。よかった。ありがとう。めっちゃ好きやで。あ、本当に？うん、よかった。安心いたわ。おー、すごい。すごい。え、スティックのりみたい。ね。うん、いい匂い、うん、コンセプト出せた。あ、うん、このコンセプトは、うん、ちょっと爽やかなやつをめっちゃ入れてるの、うんうん、メロリンって、うん、をめっちゃ入れて、でも地味にそのなんていうの、このグッドみたいな、ちょっと思い込みも入ってるみたいな、そんな感じ。なるほどね。私ウッド系のね、匂い欲しかったの。ほんま？よかった、うん、どうぞ。ありがとうございます。では使わせていただきますね。ピッて、ピッて、やってて、ピッて、やって。ありがとう。成功だ。匂いのあれ似てるじゃない。ね、なんかうちらね、重くないって言ってたもんね。うん、ありがとう。ありがとう。イエーイ。じゃあご飯食べに行きましょうか。はい、行ってきます。行ってきます。そうだね、チーズチーズチーズ追加する。いいよ。オリジナルフレッチゲインブルーロー、ラミオニラーチーズラーハミオニシュガロー。ねえ、いらけてるかい。ねえ、よかった。意外と2人でないよな。ない。ね、私撮影も2人でしたことない。ない。今度行くのか。ね、一緒に行こう。だけどさ、まゆかの趣味は本当に独特なわけ。いや、なんだろう、他の子にはない。間違いない。食べなーし。いただきまーす。参加はじゃじゃーん、見て、やばい。ラーメンとチーズとタンミョンを追加しました。プデチゲって私チゲの中で一番美味しいと思う。間違いない。じゃあまあね、いつも一人分だけだもんね。そう。なんかこうやって食べるの初めて。初。わー、やばい。いただきます。どう？うん、美味しい。うん、本場で食べるの初やわ。うん、そうだよね。多分私たち Vlog で食べてしかいない。うん。これはチーズケランチ。プデチゲ食べに行く。初めて韓国来た時さ、ほんまに辛いもんしかなかった。オムライスまで辛かった。だからもうどうしようかと思ったよ、ほんまに。あんまり食べれんかったから。ね、今はいけるけど。だよね、うん、なんかでもさ、韓国に来て食べれるようになったもの多くない？うん、私ザクシマイとかも食べれなかった。ガチ、うん、けど食べたいと思う。まあ、食べる機会ないもん。いや、マジで美味しい、ね、なんかずっと食べてるやつ。癖になる。はい。もうね、ダメなんよ。で、あとね、お菓子
甘いものってね、別腹なの。え、それはそう。困るよね。何かな、カフェ。何食べたい？まあ、とりあえず、飲み物かな。飲み物飲むの？え？カフェって飲み物を飲むんでしょ？食べるのもあるけど。いや、そっか。私の中でのカフェは、うん、あれやね、パフェとかや、ね、はぁ、あ、なるほど。はぁ、あ、そうなの。デザート系ね。あ、もう着いた。あ、早っ。いらっしゃいませ。ジャラテ花ミルクティー花やね。韓国でさ、こういう道にカフェあるじゃん。うん。で、絶対さ、透明な豆じゃない。え、そう、わかる。で、めっちゃ美味しそうな感じだったから入ると美味しい。踊ってないでさ。結構長い。本当だ。あ、しかも匂い変わってる。あとの匂いもいいね。うん。じゃあ私も。お。深い。深いよね。うん、いいね。私も早くスティック塗らなきゃ。確かに。今日は香水だらけだわ。全身に。うん。超可愛いね。写真撮ったら映えそう。美味しい。美味しい。うん、美味しい。そうだけど、20になって、うん、デビューの時に、デビューしたら香水つけようかなとか。あ、そうなの。その時に買った。そのデビュー前の休みの時に、なんか節目。うん。絶対これまこちゃんだから、うん。ごめんね、まこちゃん。ごめんね。じゃあカメラ越しにあげとこう。はい、まこちゃん。じゃあ、はい、20。で、まゆかが甘いもの。好きになってよかったね。え、マジで食べれへんかったよね。うん、マジでこんなもの食べてる想像ができなかった、うん、おせんべいとかしか食べない。今逆にリマがそうじゃん。うん、でもリマもともとそんな食べなかったけど、あんま食べないままじゃん。なんだろ、何食べてこうなってんやろ、ね、でもみんなが好きやからやと、まあ、で食べちゃうとええへん。確かに。で、食べてたら慣れた。で、なんなら欲しくなる。甘いもの。なんか、うちらのエピソードは、変なことしかない。うん、ほんまにない。喋れるようなエピソードがないの。本当にそう。難しいよね。なんか、伝えたいの、この面白さ。でも、伝えられないの。あやかってさ、うん、たまにすごいツッコミするよね。すごい？この前の、小さい頃じゃんっていう歌詞に対してさ、いや、でかいって。ほんまに死ぬかと思った。いや、だから本当に様子を見なきゃダメだったし、様子を見てもらわなきゃ見てもらわないの。おお。メンバー唯一のさ、うん、同い年やから。ね。それもあるんじゃない？確かに。気使わない。うん、マジで使わへん。うん、なんか普通に10みたいじゃん。なんか質問いいバージョンも勝手に自分たちでやってみたい。でもファンの人は、うん、私たちの2人で喋ってる姿あの見たことないと思う。え、絶対そう。確かに家の中では一緒にいるけど、外ではあんまり、ね、だからじゃない。なんだろうね、なんで外で一緒にいないんだろうね。外はもうだってもう一人でいるやん、大体。確かに。で、喋るってなったら全員で喋るからって感じやん。確かに。だからじゃない。なんか隣になれば喋るって言うんだよ。今日さ、ずーっと座ってるくらい。間違いない。ずっと永遠座ってる。永遠座って、食べて。座って、プレチゲ座って、ご飯座って。最高。疲れてないわ。全然。卵とか、なんならご褒美や。ね、間違いない。楽しいわ。食べて。いい匂いも作ったし。ね。いいよね、でもさ、え、これマジで、うん、結構よかった。なんか私もなんか思い出、うん、物に残るじゃん。いいよね。作るの大好き。え、でもあの匂いさ、使い切るの目標にしてんのよ。今使い切ろうと思って。だけどなくなった時悲しいよ。確かに。
ったです、うん、また、はい、Vlog 撮りに行きましょうか。はい、ではバイバーイ。お腹いっぱいだわ。マジで甘えた。どうぞどうぞどうぞ。いやいやいや、私独り言だから。